夜遅くはラミボックスのお時間です。まあ撮っているここは今真っ昼間な状態なんですが、今日はこちら、じゃじゃじゃん、見えるかな、テレビ塔があるところからのお届けですね。まあちょっとこのビルの端っこのあたりで喋ってますので、あんまりこうねうるさくはできないんですけれども、まあまあまあ最初はですね、下の方にこの河川敷の公園があるんですよ。ここで撮ろうかなって思ったんですけど、まあお昼いい時間なので人通りも多いですよね。そりゃなんかちょっとやっぱ恥ずかしいですよ。ちょっとこっそりとビルの作業員のお兄さん方がちょっと隣で作業してますけどこっそりこちらで撮らせていただいてます。はい、今日のララミボックスなのですが、まず間もなく M3 というですね音楽即売会のイベントで私の新曲が発売されます。それをちょっとですね紹介映像といいますか紹介 CM を今回作ってもらいましたので、それをちょっと皆さんいち早くお届けしたいということ、そしてさらに東京でこの間と行ってまいりました歌吉増刊号といういつもお世話になっている東京のイベントがあるんですが、そちらでなんとあのララミの名いろんな意味で名曲シアノスのですね映像と合わせてステージをやってきたんですよ。シアノスのイメージ映像、歌詞などがちょっとパパパパと出てくるんですけど、イメージ映像とそしてシアノスのライブステージがですねこうドッキングしたちょっとなかなか凝った演出のイベントだったんですが、それの、映像が届きました。ここ北海道に。なのでそれをご覧いただきたいと思います。ではちょっとビルの一角からで申し訳ないんですが、ラミボックスご覧いただければと思います。はい、それではどうぞ。ヘイ、そこの君、北海道から全国へ歌をお届けしています、ララミです。前回に引き続き今年も M3 に参戦。新曲の A 面はライブ映えするダンスチューン、 B 面はビリ切ないバラードの2曲引き下ろし。さらに初の主演映像作品ハクの DVD& ブルーレイも発売。詳しくは第一展示場 C14B ララミ静かブースまで。北海道から全国へララミブースに会いに来てね。待ってるよ。愛されるよ。
けで皆さんいかがだったでしょうか。M3 のプロモーション映像、そしてシアノスのライブ映像をご覧いただきました。なかなか独特な世界観で繰り広げられているシアノスなんですが、ここ最近リリースしている曲、色がテーマになっていて、幸せのレッドは赤、シアノスは青のイメージ。そして次にリリースする曲、タイトルをちょっとこっそり言っちゃいますけど、ピンクマーカーという曲です。もうタイトルに色が入ってます。ピンクが今回テーマとなっています。春ですから、ちょっとピンクな曲、青春な曲はおそらく出るであろうと思ったので、ちょっと私もそれに便乗したんですけど、どんなピンクなのか、恋愛なのか、桜なのか、どんなピンクなのかはちょっとまた続報を待てということで、ちょっと普通には思い浮かばないピンクのイメージで今回は曲を仕上げてます。ジャケット撮影もう進行しておりますので、これ皆さんにお届けできるのが楽しみです。というわけでララミボックス、また次の週でお会いすることになります。今度は何をやろうか、まだ今の段階では全く考えていません。でもお付き合いいただければと思います。ではララミボックスでした。また見てね。どうもありがとう。